お主が天命の人とやらか。陽気かな、陽気かな。帰ったのか、ちょうどよかった。この肉は出来たて熱々じゃぞ。ここには美酒や果物、氷菓子なんか凍らせればよいではないか。そうすれば少しは楽しく過ごせる。お主らのようなものに食わせる肉などない。春宵一刻値千金。あいたたたた、まだ読み終えてないではないか。怖がるでない、怖がる必要もない。この老いぼれがいる限り誰もお主を傷つけられない。おや、恩師よ、そんなに急いでどうした。さあさあさあ、我と共に横になろうではないか。指折り計算してみたが、今日は吉日ではないようじゃ。え、待て、おい、我の肉を下ろせ。行けば、行けばよいだろう。ああ、恩師、早く行ってくれ。弱火で煮込んでいる我の肉を回収しておくれ。煮崩れてしまったら大変じゃ。悩み事が尽きないのか。来い、教えてやろう。そんなものはすぐに忘れるとよい。さあさあさあ、座って我が新しく作った料理を食すとよい。ラーズージーのコアッパはそう言うとすぐに逃げ出すから、やはりお主のがよいな。行こう。次の場所でおいしいものを探さねば。可憐な夜を無駄に過ごすでない。月と花人は共に美しい。おや、遠くからすでに匂っていたぞ。早く見せてみろ。